こんにちは。モレックシンテズ。今日はリシンを合成しますね。アミノ酸の方のリシンですね。ブレイキングバッドに出てきたタンパク質のリシンとは違うやつです。かなり巨大な分子なんですけど、このカルボン酸の部分はギ酸で、ここの部分ね、ギ酸を COOH はギ酸で作って、あと骨格はブチレンで、こういうふうになんとなく同じ形で置いていって、あとアンモニア、アミノ基の部分はヒドラジンで、こういう感じかな。あとここにもう一個炭素が必要なんですよね。一個の炭素のためにちょっともう一個ブチレンを使うと。であとはもうこれ溶接問題で消していくだけなんですよね。ここのアンモニアは消さないといけないんで、窒素は消さないといけないんで消すでしょ。うん。であとここの炭素は3つ消さなきゃいけないんですけど、それはね、2番で、ここ、ここの炭素をこっちにシャンとすると、ここ3つ炭素が分離できるんで、3番で、1サイクル目ですでに消去すると。で、ここの炭素っていうのは、ここになるのかな？水素の数は2つなんで、2サイクル目で3番で水素を1個取ると。でもう上半分は、形はできてますよね。あと下半分の部分なんですけど、ここの COOH の部分は微妙にちょっと共造体になってるんですよね。ここは一重結合にして、こっちを二重結合にしないといけないんで、4番でここの水素をシャンとしますね。で、ここのアンモニアは消さないといけないんで、5番で1サイクル目で消去すると。で、ここの炭素、ここは、ここの炭素には水素が1つで、ここの炭素には水素が2つなんで、5番で2サイクル目にシャンとします。これで形は合ってますよね。で、あと6番で、ここの水素をこっちに送って、6番2サイクル目にシャンとして、これでね、形はできたと思うんですよ。溶接問題ですね。で、2番で出荷して、分子は巨大ですけど、そんなに難しい問題ではなかったですね。2サイクルに1つなんで240サイクルでできました。それでは終わりますね。ご視聴ありがとうございました。